ほら、押し上げてるから、もう乗っかれ。ハンドルこじるなよ。下引っかかっちゃってるんじゃないか、これ。しょうがねえな。ちょっとサイドスタンド。分かった原因が。お前どこ引っ掛けてんだよ。これここじゃないです。ここだよ。だからここでね、引っ掛けちゃうんだよ。で、それ、今度は板片付けてロープ掛けだ。鍵持ってるお前が。ロープいるか、まああればあったでいいけどさ。ちょっと怖いから。うん、いいよ。でも自分が納得いくようにやってみな。逆だろう。こっちからだよ。こっちである程度引っ張ってから持ち上げるところが向こう行くんだよ。最初にこっちだよ。あのさ、そうじゃない。ここを通しちゃえばいいんだよ。こう、うん、こうな。せっかく鳥居があるんだから。ここを通して、これでいいんだよ、これで。よし、で、引っ張ってみな。うん、もうちょい。もっと。で、ここで引っ張ってみな。これで、ギュッと。そんなもんでいい。かなり、こっちに引っ張られたろ。その前にさ、荷台上げろよ。そう、鉄ぶたちゃんとロックして、それからだよ、ロープ掛けは。うん、ちゃんと煽りをきちんと締めてからロープ掛け。うん、基本中の基本だよ。これはこれあるからな。でも通るだろ、これ隙間、ほらこうやって。ああ、でもこれはちょっと待ってろ、余裕があるから別にさ、あれだな、ここからこう通して、うん、これ、あ、これ、これ、うん、これでいいな。うん、こっち引っ掛けろ。座ってことねじれ、うん、ねじれ直して、うん、
でやってみな、引っ張ってみな。そんなもんでいいよ、うん、っていうかさ、これおかしいだろ、うん、あ、でもいいや、うん、これぐらいでしか引っ張ってないんだったら、うん、いいや。で、あとどうせそれロープ使うんだろ、うん、やってみな。本当はこれでね、持っていかなきゃいけないんだよ、この程度のものだった大きさだったら、うん、まあ後ろロープかける方が確かに安心はできるかな、うん、うん、まあでも筋はそれでいい。かけるちゃもうちょい上の方でやるんだよ、うん、ちょっと持ってろ、うん、で俺がやってるのがさ、うん、写せ。本当はね、あれだよ、軍手かなんかさ、革手でもかけるんだよ本当は、うん、だいたい高い位置にな、必ずよく見てろ、うん、こうやってひねって通して、うん、でやればな、うん、よし、あとはやり方わかるな、やってみな。まあ軽く手で絞るだけで十分だろ。そう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 。そんなもんでいいよ。うん、上等上等。ちゃんとやり方覚えたなお前な。これはね。うん。毎日そしたらさ、あとこれ、うん、違う、間挟んどきゃいいんだよ、こうやって、うん、もうこれで終わりなんだから、うん、これこうやって挟んで、うん、そうそう、これでほら、うん、いいだろ、うん、巻いても巻かなくてもいいけどさ、うん、中に入れておいたら安心だよ、うん、緩まないだろ、これで、はい、行くよ、うん、こんなもんでいいんだ